野の牛、または野の牛干渉、野の牛島は、ギルバート諸島南部にある干渉であり、キリバスの地区である。旅テウエアの 38km 北方、タラワの 250km 南方にある。野の牛は、ギルバート諸島で3番目に大きく、1888年にカトリックがキリバスで最初に確立された島である。干渉の東側は主要で、 高級的な陸地があり、連続した線を形成する小さな当初で構成されている。干渉の北西側にはノーマトンと呼ばれる無人島があり、鳥類保護区として保存されている。政府機関はマタン村にあり、最高位の政府高官は初期官である。また、元キリバス大統領のイエレミアタバイは野々牛出身である。 野の牛には七つの小学校と一つの中学校、キリバスプロテスタント教会により運営されているジョージ・イーストマン高校がある。野の牛の土地面積と村の人口は次の通り。野の牛は1841年に米国探検遠征隊によって調査された。19世紀後半、野の牛はアベママの王であるテンバノックによって征服されたが、その後イギリスの軍艦によって、 野の牛から追い出された。最初のカトリック宣教師は、タヒチを拠点とする、フランス人で、1880年代初頭に、ギルバート諸島の野の牛島に到着し、テキストの翻訳と辞書の編集を始めた。ギルバート諸島における、最初の主催は、精神の宣教師のメンバーであり、すでに福音書に触れている多くのキリバス人を見つけるため、1888年に、 フランスを離れ、同年5月10日に野の牛に到着した。キリバス原住民の多くは、1870年代にブラックバーディングに連れて行かれ、太平洋の他の島のプランテーションで働いており、そこでプロテスタントの宣教師に遭遇していた。これらの労働者のうちの二人である、ベテロとティロイは野の牛に戻り、地元住民にキリスト教を導いた。彼らは教会を建て、 毎週日曜日に集まって賛美歌を歌い、祈りを唱えた。精神の宣教師が到着した時、ベテロとティロイは、すでに560人に洗礼を授け、さらに600人を導いていた。1888年に、最初のカトリック宣教師が到着した場所の近く、タボヤキ村のカトリック教会の後方には、カトリック教会の重要な外国人宣教師6人の墓がある。 このカトリック教会の向かいには、アーケマネアバの名で知られる、キリバス最大のマネアバがある。野々牛郵便局は1923年頃に開設された。現在、キリスト教系高校である、ジョージ・イーストマン高校がある。ありがとうございます。